え、なにこれ、元の写真？え、写真が、いや、なんじゃこれ、猫が変な人になってもうた。あー、びっくりした。これあれか、昔あった写真を AI がイラストにしてくれる AI イラストメーカーっちゅうやつ。いや、にしてもさっきのは違うよな。だって猫が完全に人になってもうてんねんもん。って、え、ちょっと、なにこれ、まだ続いてたん。って、あ、さっきよかマシやけど、なやこの生き物。いや、ちょっと僕、猫かウサギかわからん生き物になってもうてますやん。てか大丈夫か？この AI なんかおかしないか？って、ちょっと、いや、その不意打ちで撮るのやめてくれへぇ。いやいや、これ、何と何？あかん。これ、ちゃんと前向いてしっかり顔写してもらうと化け物できてまいよるぞ。ちょっと師匠、ちゃんと前向きましょう、前。しっかりカメラ目線しましょう。よし、これで OK。ちょっと師匠横向いてるけど、まあなんとかなるやろ。よしこい。あ、まあええ感じかな。なんかブスやけど。なるほど、ちょっとコツつかめてきたわ。ちゃんと顔見せといたらええ感じにイラストにしてくれるっちゅうこっちゃな。で、え、いやちょっとそんなちょうど横向いたタイミングって、いや何このへのへのもへじみたいな顔。あ、ちょっと師匠前向いて前。そうそう、それええ感じやわ。そのまま前向いといたらちゃんとイラストにしてくれるから。オッケーオッケー、これええ感じやわ。これは絶対。え、いや、なんでなんで人が袋詰められてんの。もうなんでよね、なんであんな真正面向いとんねん、袋詰められとんねん。どういう体しとんねん己は。だからいつも真面目にやんか言うとるやろ。なんでそうおもろい方おもろい方寄ってくんや君は。そんな受け狙ってどうやすんねん。何目指しとんねん。足食うたろか。てた、え、え、え、いやちょっと今はやめていただけんかな。って、いやサボテン、猫サボテンなってもうた。ん、え、もう一個やんの。ちょっともうよろしい。いや今度は猫合体して犬になりよった。いやいや、ちょっとほんま大丈夫その AI。いくらと組み合いしとったとはいえ、猫がサボテンと犬になるっておかしいやろ。いや、撮りますよね、そら。今度は猫何に？って、あ、師匠ウサギなってもうた。あーか、騒ぎすぎて喉乾いたら。ちょっと水休憩な。って、あれ？ちょっとお前、また撮って。いや、だから今水休憩や言うてますやんか。こんな後ろ姿、って、いやいや。ちょっとこれ、なんちゅう生き物と、なんちゅう生き物なん？せめて名前言える生き物にしてもらえるかな。え、え、昔の写真も AI でイラストにしてみた。あ、そうなん。まあ、ほな一回見てみようか。あ、これな、なんか僕が家出する言うた時のやつな。で、これが、で、え、いや、ちょっとこれはあかん、これはあかん。もう普通にバケモンやん。いや、やっぱおかしいってこの AI イラストメーカー。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら僕めっちゃ嬉しいけどな。